クソ・ジジノが曲解説、In the Life、最後の曲、Alone ですね。まあ、この曲は、プレジャーの時にも、まあ、解説したんですけども、まあ、何喋ったか全然覚えてないから、まあ、思いっきり重複すると思いますが、まあ、でも、ここの頭になんかコーラスがついてるっていうのはね、これはな、アルバムバージョンですよね。でも、これすごくよくできてますよね。必ず、ライブの時とかは、Alone は頭で、このコーラスを流してたっていう。これなんか、ウィキによると、なんか、クレランの次に2曲目になんかできたとかって、でも制作に時間を費やしたとかですかね。あんまりこの曲はそんなに、でもだから2曲目にやったってことは、だから青山さんにやってもらって、それでなんかいろいろなんだかんだでもう一回一光くんがやったみたいなことなのかな。そうじゃないとなんか一光くんがフレーズは確かに僕の打ち込み通りドンドンドンとかだけど絶対まあやらないことはないか青山さんもみたいな感じ。一回イントロに追加されてるってことは、そうかそうか、なんかエンディングはずっとあったんだよね。でもあれってフェードインじゃったんじゃないかな。まあ後でちょっと聞いてみよう。でこのアルバムバージョン、ここの A メロ、まあジャン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 ってとこ、あそこはオケヒットが思いっきり入ってるっていうパターンですね。あの赤いの S 線のこのオケヒットもだからいつものやつなのかな、イエスのやつも入れたのかな、どっちなんだろうな。赤いだけですね。その後にギャン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 っていうやつ、これはまた愛しい人グッナイトと同じコンセプトのキーボーディストだけじゃない人がキーボードを弾いてるっていう、そういう感じの、まあね、だからのポール・マッカートニーだったりとかそういう風な感じのやつなんで、まあそんなにビリー・ジョエルみたいな感じではないぞというコンセプトで、打ち込んでいます。まあこれももちろんだから全部打ち込みで、これはもう M1R ですね。 M1 の音そのまんま、もしかしたらだからちょっとなんかハイを上げたりとか、なんかフィルターは開けたりしてるかな、なんか知らないけど、その辺はだからその野村さんの EQ とその僕の最初の EQ とみたいな、どっちがどっちかよくわからないみたいな感じはありますけどもね。でそこのバックにまたディープアナログストリングスを思いっきりエディットした白玉がずっと入っててですね。でその後ジャン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 と、あそこはまたオケヒットが思いっきり入ってるっていう感じで、そうですね、だから B メロが全然手が変わってない感じなのかな。まあギターがね増えてるしドラムも増えてるから、まあそれで十分っていう感じなのかな。でサビに、シーケンスが入ってますけども、これがまあインザライフっぽい感じではあると思いますが、 S 線の琴のサンプリングの音にジュピター8を混ぜてると思います。この、琴とジュピター8で、シーケンスをするっていう、でこれが おそらく普天八部のディレイがついてるっていうパターンだと思うんですけども、このパターンはものすごくよく出てきます。それはもうビーズに限らず僕のアレンジではめちゃくちゃ、もしかしたらなんか半分ぐらいは、あとね今聞いて思ったんですけども、結構テンポ早いんですよね。でこれおそらくだからその普通の洋楽のバラードのテンポよりもあえてちょっと早くしてるんですよ。僕は必ずそれはね早くするんですけども、僕が一番気持ちいいなって思うテンポより3から5ぐらい早くするっていう風にしててですね、まあ僕はもともとだから洋楽ばっかり聴いてるんで、その洋楽のテンポ感っていうのがすごい大好きなんですけども、やっぱり日本人ってまず2拍目と4拍目で乗るっていう、そういうのがなくて、基本的にはジャンジャンジャンってどのジャン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 ドンクバーンってのでジャンジャンって乗るっていう感じ。あとだからこうやって手叩かないで、こうやってみんなこうやって叩くんですよね。もう、もう本当体の前でこうやって、まあ隣の人が近いからここの振りがまず小さいっていうのがあるんで、でこれもだからこう叩くのとこう叩くのとかだと、やっぱこっちの方がテンポが速い方がやりやすいだろうというところまで割とねそんなことは考えてるんですよ。意外とねなんか音楽的なこととかはね、なんか皆さんが思ってるような細かいとこっていうのは意外と考えてなかったりするんですけども、こう僕はだからそういうとこすごい考えながらやってましたね。まあだからみんながまあ楽しみやすいみたいな感じ、そんな感じですね。そういえばなんかね歌詞でなんか揉めてたような気がするな。それで時間がかかったって言ってんのかな。なんかまあね歌詞のところはね僕はあんまりよくわかんないんで、なんかいろいろありましたね。そういえば僕のところでは全然なんか難航した気はしないですけどね。あこれ落ちサビのバックでこれが鳴ってんのね、イントロのやつがね。あここの落ちサビなんかストリングス入ってるね。生じゃないけどね。割とだから僕は基本、サビとかにストリングスを入れない主義なんで、なんでかってみんながやるから。で、まあ明るくすりゃいいだろうっていう感じなんで、そういうシーケンスとかを入れたりするんですけども、ここはなんかちょっとなんかそういう感じにしたかったのかな、なんかわかんないけど。なんで普通のなんかヒーっていうああいうストリングスじゃなくて、本当にもうオーケストレーションしてるみたいな。だから、ジャッ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 ジ
れたんで、ああ、こうストリングス入ってるな、みたいな感じなんですけどもね。この後のサビとかは、だからずっとストリングスがそのままいっているのかな。そこでいなくなるとやっぱ寂しくなるから。で、この落ちサビで入ったコーラスがずっとリフレインで最後まで入っていって、で、オキがフェードアウトして、で、コーラスがそのまま残って終わりっていう感じ。なんでね、で、またそれをだから頭にもつけてるから6分21秒っていうね。まあでもね、これで、ライブとかもこれでやってたし、まあ必ずだからこういうのは全部シーケンス走らせるんで、テンポも全部同じなんですよね。そういう風な感じで、まあ皆さん楽しんでいただけたかな。という感じですね。なんでこのインザライフは、ここで終わりとなります。はい、ありがとうございました。